パール・サイデン・ストリック・カーバックは、アメリカの小説家。南長老ミッション派宣教師の両親と中国に渡り、そこで育つ。諸女作、東の風、西の風に続き、1931年に代表作、大地を発表して1932年に、ピュリッツァー賞を受賞。大地は、息子たち、分裂セルイエと共に三部作をなす。1938年に、 ノーベル文学賞を受賞した。1892年、パール・コンフォート・サイデンストリッカーとして、ウェストバージニア州ヒルスボロで生まれ、生後3ヶ月で宣教師である父・アブサローム、サイデンストリッカー、母・キャロライン・サルティングと共に、中国チャンス賞の人口に渡った。英語と中国語の両言語を話すバイリンガルとして育った。中国名、サイチンダマ。 バックの7人の兄弟姉妹のうち4人は幼少時に薬病で亡くなった。バックは生まれと祖先に関しては私は米国人だが、同情と感覚において私は中国人だと語っている。幼い頃は自分を中国人だと信じて育ったバックだが、1911年大学教育を受けるためにアメリカに帰国してランドルフメーコン女子大学に入学した。 1914年の卒業後、母の病気の知らせを受けて宣教師として中国に戻る。1917年、南京大学で教弁をとっていた農業経済学者兼宣教師のジョン・ド・ッシングバックと結婚し一時南京大学、南東大学で英文学を講義する。1926年、一時帰国してコーネル大学で修士号を取得した。 1927年に南京事件に遭遇し、日本の雲勢に一時難を避けた。この後中国に戻った彼女は本格的な執筆活動を開始する。1930年、最初の小説である東の風、西の風を発表。1931年、2作目、大地が大ベストセラーとなり、1932年のピューリッツァー賞を取る。しかし同年、 ニューヨークの公演が原因で、長老派伝道委員から避難され、宣教師の地位を辞した。1934年、中国を離れ、半生を過ごしたその地に二度と戻ることはなかった。1935年、ジョン・ロッシングバックと離婚。すぐに出版エージェントであったリチャード・ウォルシュと再婚する。1938年、第一の業績によって、ノーベル文学賞を受賞する。これは、 スウェーデンの探検家、学者スベン・ヘティンの推薦によるものである。最初の夫との間に知的障害を持つ一人娘、キャロルがいるほか、その後は子供の産めない体になったために、6人の孤児を養子として自らの手で育てた。リチャードと共に国際的な人種を問わない養子仲介機関であるウェルカムハウスも設立している。また、リチャードの死後、 自分の娘たちの若きダンス教師であったセオドア・ハリスと再婚し、彼と共に、米国人とアジア人との根欠のよるべのない、子供たちを教育するためにパールバック財団を設立した。1970年、セオドアとも離婚して、晩年はバーモント州でイントン生活を送った。多くの小説やノンフィクションの他に、児童書や絵本も執筆した。 谷本清の広島における平和活動への支援も行った。ありがとうございます。